イベント、フルセツ一家のステージ攻略、BI の EX の8へ行きます。教習の内容は、ボスの速殺の移動距離とダメージが上昇し、使用間隔短縮、シルバーアッシュとエクシアを入れていて、さらにシャマレを借りてきます。コーレアが3人も入ってる。パワーで解決するしか思いつきませんでした。だからお前はアホなのだ。なのだ。こんなにフィールドが広いのに、敵がまっすぐ横切ってくるだけっていう。広い部屋だと落ち着かないタイプかな。ミッドナイトで遠くから攻撃します。あれ、いつもだと狙撃なのに。この辺の高台は、ボスの範囲攻撃で倒されるので、離しておける遠距離前衛にしました。孤立するシャマレ。ここからボス戦の準備です。ボスは左上から出てきますので。出待ちするシルバーアッシュ。え、もうボス出てきた。オバロのタイミングを合わせます。ボスがこのマスに来たあたりで、エクシアを配置。ボスの通り抜けダメージが上がってますので、それを待ってから新銀山。シャマレの人形を置いて、防御力を半減させて倒します。シルバーアッシュの HP がギリギリ。エクシアと二人で、被弾を分散させています。ほうほう。倒したら、シルバーアッシュを即撤退。また配置しますので、エクシアより優先して下げます。そんな数秒を惜しむほどなのね。たくさん配置してる。右下から来ている敵を青ゲート前で倒します。で、ボスがクーリエに近づいたら、範囲攻撃される前にクーリエを下げておきます。倒される前に下げるなんて珍しい。まあボスに攻撃させて足を止める方が合理的かも。クムになった。このルートには、防御力を下げるハルバードが出てきますので、自分でも回復できるクムにしました。ふむふむ。ボスがまた歩き出した。次は、ボスがこのマスに来たあたりで、シャマレの人形を配置します。ボスの範囲攻撃が強すぎて、クオーラも倒されるので、ボスの攻撃力を下げました。人形が万能すぎる。シルバーアッシュを、すぐに下向きに再配置。新銀山もすぐに使って、ボスが止まっている間に削ります。新銀山頼りだ。ボスにステルスがついていますので、それを剥がすためですね。上のハルバードには、アレーンのスキルで術攻撃。ぐるぐる攻撃が来た。これで4分の1減らせましたね。次はタイミング合わせ。ボスがこのラインに来たあたりで、エクシアを配置します。ボスはまた止まりますので、オバロのタイミングに合わせて、シャマレの人形を配置します。ゴーゴー。って、あんまり減ってない。あ、エクシアは止まらないんだ。はい、この位置はギリギリ射程外です。だから狙撃なのか。この犬は、エクシアの攻撃を吸わないように、クーリエで止めておきます。ボス倒せたね。でも実は、結構時間ギリギリなので、エクシアのレベルはもうちょっと高い方が良いと思います。ふむ。もし抜けられたら？あとわずかなら、シルバーアッシュを置いたままにしておけば大丈夫です。ふむふむ。そういえば、ボスの範囲攻撃で、エクシアは耐えれたのに、クオーラは耐えれないのはなんで？ああ、あれは、第二形態では範囲攻撃に追加ダメージがあったり、防御無視の割合が増えたり、雪が降っている時に攻撃力が 50% アップしたり、それらでダメージがアップしています。雪なんて降ってたっけ？すごく見づらいんですけど、白いのがチラチラ舞ってて、フィールド全体が寒冷になる時が雪ですね。ああ、そうなんだ。多分。多分って。ナイスクリア。ご視聴ありがとうございました。